안녕하세요. 꽁꽁 TV です。 今、髪を切ったんですけど、いかがですか？短いのがいいかな？今、やっと、隔離が終わって、外に出てますが、すごく暑いです、今日。昨日まではずっと天気悪かったんですけど、今日は、僕の、地元、ソウルの地元の、皆さんに紹介しようと思って、これから行こうと思っています。一緒に行きましょう。レッツゴー。ここは7号線の佐賀城駅というところです。ロッテリアのところですね。ここは今6ヶ月ぶりに来ているので、何が変わっているのか少し楽しみです。協調ができてますね。でも1ヶ月前にできたらしいです。ここはちょっと協調が甘いので、個人的にはあんまり好きではないですね。ここはホルモンの店。結構韓国はカフェがすごく多いんです。ここもカフェ、こっちもカフェ。ここは2番出口ですね。右にはケンタッキーが見えます。ケンタッキーは夜9時1個に行くと1プラス1で1個の値段で2つを食べれます。すごくお得ので、夜食を食べるときには必ずここで買って昼と食べます。韓国のケンタッキーはクリスピーチキンがあるので結構おいしいですよ。皆さん食べてみてね。あちらに市場があるので後で行きます。うちは少し栄えてるので、皆さんの向きをちょっと見せますね。韓国は路上駐車が多いんです。もちろん罰金はあるんですけど、昼はなんか国が許してくれてる感じかな。僕の子供の頃はあんまり店がなかったんですけど、なんか5年前からすごく店がたくさん入ってきて、夜になると若者がすごく多いんです。あっちはさっきのロッテリアのところなんですね。またここまっすぐ行くとまだまだお店があります。ここはサムギョプサルとコプチャン、チキン、イイダコ。ここはチョッパル、韓国の豚足です。韓国の豚足は結構肉がたっぷり入っているのですごく美味しいんです。皆さんぜひ食べてみてね。ここもまたチキン。ここは阪神ポチャ。ここは結構繁華街じゃないとない、なかなかない店なんですね。ここは辛い鳥の足が有名です。タッパイっていうメニューです。ここはジジミ、たくさんありますよね。こっちもまだまだ店がたくさんあります。떡볶이とピザ、カフェ。家の近くは市場が2カ所ありまして、
こっち右に行くと小さい市場があります。子供の頃はトッケビ市場、トッケビ市場って言われたんですけど、なんでトッケビって言われたか分かりません。ちなみにトッケビっていう意味はお化けの意味ですね。この道は僕に思い出がある道なんですね。ここまっすぐ行くと僕が卒業した高校があります。パッポッキーとまたチキン、本当に多いですよね。このチキンは結構僕がおすすめするチキン屋さんです。結構安いけどすごく美味しいんです。チェーン店ならで皆さん行ってみて。これから市場の方に行きます。暑いですね、今日。アイス食べたいな。いつの間にか紅茶ができました。喉が渇いたのでコーヒーを飲みますね。ここは僕は結構好きなチェーン店のカフェです。結構安くって量が多いんですね。このサイズで270円、結構多いでしょ。でも半分は氷です。皆さん騙されないでね。やっぱりスタバは大人気ですね。ビンスうまそう。かき氷美味しそうですね。ここは明南ハットグ、ホットドッグ。あそこに市場の入り口が見えますね。韓国はプデチゲをこうやって家で作って食べれるようにお持ち帰り用で売ってますね。3人前で1000円ですよね。おかず屋さんとここは精肉店ですね。ここは餅の店。その隣は僕がよく行ってるスンデクッパ。スンデクッパの美味しいところです。後で食べに行きます。
アイスクリーム食べたいね。80円、40円。安いです。昼からすごいですね、大谷。飲みたいな。戻ってスンデグッパを食べに行きます。あれ、食事は出ないよ。살코기 순댓국 특으로 하나 주세요. 오모리 나라데 개코니코 하이테마스. 그래와 니라. 그래와 다데기 데 이마스가 아지츠케시타 고추장데스. 아토 그래와 시오카라. 에비노 시오카라데스. 皆さんの好みで入れて調節して召し上がってください。ほとんどのお店のクッパは塩とかエビから入ってないのですごく美味しいんですね。で皆さん必ず味見しながら調節して召し上がってください。ちょっと薄いので少しずつ入れます。ちょうどいいです。このスンデは熱いので足して後で食べます。ここはベトナムではないです。ソウルですよ。僕は熱いの苦手なのでちょっと冷ましながら食べます。やっぱりうまいな。韓国はよく生のニンニク食べます。これから会う人いないので食べちゃいます。結構濃厚の豚骨スープで肉もすごく柔らかくてとっても美味しいです。やっぱり最後はスープに米を入れて食べるんです。ごちそうさまでした。ありがとうございます。買い物して帰ろうかな。ここらん、チャミ。
僕は茶目が大好きなんです。日本ではあんまり売ってないですよね。なんか塩昆布では売ってるんですけど、皆さんいかがでしたか。ここは面目洞多賀城駅というところなんですね。観光地ではないんですけど、皆さんもし時間があれば7号線の多賀城駅を遊びに来てみてください。それではまた次の動画も楽しみにしてください。止まんないよ。